皆さん、こんにちは。相田相談員です。今回は、返済が厳しくなって、住宅ローン破綻まで覚悟した B さんが、どのようにして自宅を守ったか、というお話をさせていただきたいと思います。早速ですが、想定外の事態により、収入が減って、住宅ローンが払えなくなったら、どうしたら、良いのでしょうか。中には、競売になって、住宅ローン破綻してしまうのでは、と心配される方もいるでしょう。今回、ご紹介する B さんが、住宅ローン破綻を回避し、自宅を守ることができたのは、勇気を出して、住宅ローンの専門家に相談したことがきっかけだったのです。B さんは、サラリーマンで、7年ほど前にマイホームを購入いたしました。住宅ローンの返済額は月々7万円でしたが、5年前に急な部署異動になり、月の収入が40万円から28万円までに減少し、生活が苦しくなってしまいました。さらに、お子さんが大きくなるにつれ、教育費がかさむようになると、生活費の足りない分を消費者金融から少しずつ借りるようになってしまったのです。相談に見えたとき、B さんの月々の支払い額は、住宅ローンと合わせ、なんと20万円を超えていたのです。B さんはそれでも自宅を手放したくないとお話をされ、そこで自宅を残す前提での解決策を提案することにいたしました。消費者金融の支払いについては、将来利息などをカットできる任意整理を利用した場合で試算してみたところ、月々の支払い額は15万円強となりました。5万円ほど月々の返済額が減りましたが、それでも B さんの収入を考えると、まだまだ厳しい状況です。実は B さんのように住宅ローン以外にも大きな借金があるけれども、どうしても自宅を手放したくないという場合、他の選択肢があります。それは、住宅ローン督促付き個人再生手続きという解決方法です。この解決方法では、裁判所の決定により、住宅ローン以外の借金を減額し、残った借金は3年から5年の分割払いにしてもらいます。そして、住宅ローンについては、今までと同じように返済できるようにしてもらうのです。つまり、この解決方法は、利用すれば借金を大幅に減額し、自宅を残すことができるのです。もちろん、住宅ローンを返済する資力がないと、この解決方法を利用することはできませんが、返済資力があり、どうしても自宅を手放したくないという方には、とても有効な解決方法なのです。B さんも、この住宅ローン督促付き個人再生手続きを選択することにいたしました。そこで、弁護士の先生と協議を重ね、今後、どのように返済していくかという再生計画を作成し、裁判所に提出いたしました。相談から7ヶ月後、無事に再生計画の認可がおり、住宅ローンは現状通り月々7万円。その他の借金については月々1万7000円を5年間で返済していくこととなったのです。ここまでは住宅ローン破綻しかないと諦めていた B さんですが、勇気を出して住宅ローンの専門家に相談したことによって自宅を手放すことなく、自分のお給料の範囲内で払える解決ができ、本当に良かったと喜んでいらっしゃったとのことでした。現在、B さんと同じように想定外の事態により、住宅ローンが払えなくなって、相談にお見えになる方が増えております。ほんの少しの勇気を持って行動することで、明るい未来が見えるようになるのです。もし、住宅ローンの支払いが厳しい、他にも借金があって、もうどうしたらいいのかわからない、という方は、ぜひ、
家や不動産の無料相談窓口にご相談ください。諦めてしまったらそこでおしまいです。前を向いて歩き続けることが大切なのです。そしてまた、このチャンネルでは、離婚とお家で悩んでいらっしゃる方、住宅ローンの返済に困っていらっしゃる方、LGBTQ の方々への支援、応援、そして物件情報も配信しております。ご相談は完全無料となっております。秘密厳守で対応させていただきますので、どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。皆様からのご連絡をお待ちしております。